阪神ドラさん、KMG ホールディングスの木下リトに指名挨拶。阪神にドラフト3位指名された KMG ホールディングスの木下リト投手、23、福岡大、が2日、福岡市内で球団の指名挨拶を受けた。これからプロ野球選手になるんだなという自覚と実感が湧いてきました。フレッシュな笑みを浮かべた。最速156キロの直球を武器とする右腕。ドラフト指名後は連絡が100件以上届いたといい、スクロールしてもしきれないぐらい、とにっぽりだ。福岡大1年時に投手に転向し、伸びしろは無限大。応援してくれることは本当嬉しいこと。期待に応えられるようにこれから頑張っていけたら、と力を込めた。木下リト、2001年1月27日、福岡県出身。小田部翔1年から原北ウイングス少年野球クラブで野球を始め、原北中では白竜ベースボールクラブに所属。福岡舞鶴では1年夏からベンチ入りし、同年秋から声優力手。福岡大1年時に投手転向。最速156キロの直球とスライダー、カットボール、ツーシーム、カーブを操る。家族は両親、姉、兄、183センチ、90キロ、右投げ右打ち。ドラフト指名直後のインタビューでは、もともとが誠実な性格なのかわからないけど、さすが社会人を経験しているだけあって、インタビューアーとの受け答えが明快でわかりやすかった。C バツヨシ、昨年のドラフト2位指名、もそうだけど、木下リト、投手経験がむちゃくちゃ浅いので、阪神タイガース球団は、長い目で見て育成してほしい。最低5年は面倒を見てほしい。本当に 156km 出たことあるのですか？24歳素材型投手歴2年か。この選手は良いと思う。今年のドラフトと去年のドラフトの2年間で一番期待できる選手。もしかしたら数年もセットアッパーかクローザーをできるかもしれない。頼もう。今年もドラフトからの新戦力ゼロとなったら本格的に投手が厳しい。伊原と木下には必ず戦力になってほしい。この選手いいよな。もしかしたらドラ1原よりか伸びるかも。体格も雰囲気もあります。最初はシーバ投手みたいなタイプかと思ってましたが、動画見たらかなりまとまりのあるピッチャーだと思うので、至急で自滅みたいなことはなさそう。あとはストレートが武器だと言ってるので、変化球の精度をさらに上げれば十分一軍で通用すると思います。頑張ってください。ドラ1原より木下の方が即戦力として期待できそう。実質ドラ1、最初は中継ぎ、2年後はセットアッパーもできそうな球威、期待してる。まだ伸びしろはありそうだし、今は荒削りでもプロでの生活で完成していくでしょう。藤川ドラフトの1期生、期待されてますよ。中継ぎとして大いに期待してる。1年目から1軍入りもあるんじゃないかな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。